皆様こんにちは。40テクフォローです。私は今広島県廿日市市厳島宮島にいます。大鳥居の工事も終わってですね、このように足場も外されましてですね、大鳥居リニューアルと、リニューアル完了ということでですね、ちょっと一目見ようとやってまいりました。まあ、年末には何とか完了ねして、あの年末年始には初詣にはね間に合ってたんですけど、今シーズンというか今年初めてねやってまいりました。まずはこの大鳥居とご対面ということで、そして船でね、JR の船で来たんですけど、もうね、まあ、もちろん車両後半はね、あの人はダメなんですけど、まあ、客室部分ですね、結構立ってる人もいて、でいつもはね、あの一番上の展望デッキに行くんですけど、もうね、乗るのが一番最後の方だったんでね、もういきなりもうパッと見無理な感じだったんで、まあ客室部分のねデッキからちょっと一発撮影したんですけど、いやとにかく観光客が多い。広島のやつなんか私しかいないんじゃないかっていうぐらいね。そしてヨーロッパの人もね結構いましたね。結構、いやほんとたくさん喋ってる感じで、だとあれはフランス語かな、イタリア語とかじゃない、あれフランス語かスペイン語かみたいな感じの、なんとなくねフランス語のような気はしましたけどね。まだもうちょっと粘ったらね、大鳥居の下まで行けるんだと思うんですけど、ちょっと今は無理ですね。カヌーじゃないと無理です。カヌーじゃないと。で今日は曇ってるんで、そこまで眩しくないんでいい感じですね。で今時間はね大体12時ぐらいですね。だからもう宮島からもう帰る人たちもたくさんいたし、来る人たちもたくさんいたし、いや久々に昔の感じを思い出しましたね。こんなに船に乗ってたかいみたいな感じでしたけど、いやいいですね。皆さんこの宮島で思いっきりお金を使って帰ってください。で宮島といえば入島税ですね。これが課されるということで、まだなんですけどね、ちょっといつからだったかすっかり忘れてしまいましたが、船のね料金で徴収をして、で船会社が納めるっていう形に、でまあその仕事で来る人とか住んどる人はどうするんかいうことになりますけど、これはまあなんかそのそういうなんか手続きがするらしいですね。まあ住んどるんですからね、住んどる人に入島税って多いっていう話になりますんでね。あと仕事で来る人にも入島税って、いやいや多いっていうね、ことになりますんで、でも海も穏やかでねいい感じです。なんやかんや4分半ですね、多分ね近づいたら全体像が見えないんですね。まあ、ここら辺が限界でしょうね。ということで、この動画はここまでにをしたいと思います。最後はね、あの大鳥居が見えるところまで行って、ラストシーンはね何秒か撮って終わりっていうことにしようと思います。まだ飲んでないよ今日は。いや
あるんですよ、ある、うん、あるんですよ。あるけどね、ちょっと。はい、ということです。